ファイナルハロンファイナルハロンはナムコが開発し1997年より稼働を開始したアーケード競馬レースゲーム1998年3月11日には続編作品のファイナルハロン2が発売され2006年の E3 には b 版が展示された体感型の競馬レースゲームとして初プレイヤーが馬の形をした装置にまたがり 手綱代わりのレバーを握って前後に揺らしたり、レバーの上部についているムチ代わりのボタンを押すことにより、画面内を走る馬をコントロールしてレースを行う。CPU 馬との対戦となる一人プレイのほか、最大8人までの同時通信対戦が可能。またレース時にはラジオ短波のアナウンサー山本直也がレース実況を行っているのをゲーム中に聞くことができる。 筐体の修理サポートは部品調達難に伴い2017年10月に終了した。ファイナルハロン2では障害コースが新しく加えられ、障害コースで馬がジャンプするには無チボタン2つを同時押しすることによってジャンプするようになっているが、障害物にぶつかった場合はスタミナが大幅に消費するようになっている。ナムコ大会競馬ゲームファイナルハロン2を発売。 弊社商品の保守対応終了について、バンダイナムコエンターテインメント2015年7月、保守終了一覧バンダイナムコテクニカ2017年10月1日。ありがとうございます。